前田殿も。毎度、岩本でございます。今回の動画は5月31日エスコンフィールドで行われました日本ハム対 DeNA、3連戦の1戦目ですね、お互い移動ゲームになったのかな、ファイターズ結果4対3、延長10回4対3で敗戦となりました。うん、まあこういう時もありますよ。ラインナップいきます。1番万波、2番水谷、はい、この1、2番魅力あるよね。3番郡司、4番マルチネス、で5番松本剛、6番タミヤ、7番にプロ初スタメンの宮崎と、で8番上川端、9番に水野というラインナップです。いろんなトピックスがあるんですけども、結果4対3の敗戦ですが、先発ピッチャー金村で、ベイスターズは東と好投手の投げ合いとなったんですよ。はい、そのゲームスタート、金村翔馬、あの1人フォアボールで歩かせましたけども、1回の表に、0点という絶対的な条件を、掲げ、そしてゲームスタートさせたというところですよね。で東がね、1回の裏のあのコントロール見た時に、これファイターズ今日どうやって得点するんだと、それぐらい完璧なスタートを切ったピッチャーだった。あのそれを見た後、2回の表に2アウトランナーなしから、山本がライト前、そして梶原に、右中間にタイムリースリーベースヒットと先取点を与えてしまった。これ2アウトランナーなしから金村翔馬ちょっともったいなかったかな。まあ、解説ではもうそれぐらいのコメントしかなかった。うん、もったいないねと。そこで慎重になるのかギアチェンジなのかで、やっぱ相手チームの東が絶対高の立ち上がりを見せてるだけに、先取点を許したくなかった。まあ普通の解説のコメントです。2回の裏、その1点もらったからなのか、ジャッジもなんか嫌われ加減で、まあコントロールがいいピッチャーなんで、こっちもそういう先入観が見るんで、いいボールいいボールって思って、でもアンパイア目の前で見てて、いや少し外れてる。で、ジャッジボールと。まあ、そこで先頭打者ファーボール。でも、松郷を463のダブルプレイ。このあたりね、インサイドに投げ込んでたその球、さすが東やなと思うところだったんですよ。で、ツーアウトランナーなしから、またまたタミヤをファーボールで、で、宮崎が回ってきました。初ヒット。おめでとう。宮崎君おめでとう。ここで1軍のレベルのピッチャー、しかも好投手のピッチャーの球を見る、体験する、体感するっていうのはとっても重要で、ね、あの監督も言ってました。若い選手たちがこういう場を与えてもらった時に何を感じて、で次自分で練習する時に頭の中でどのプレーをイメージしながら、どのレベルの野球をイメージしながら取り組むのかと、まさにその通りだと思うんですよ。僕も2年目にね、5試合ほど1軍で投げさせてもらって、そこからそこで投げる自分がどうであるのかっていうのを、まあ、こう見込んで練習したのを覚えてますからね。でも結果、上川畑がライト前に打ったんだけど、タミヤホームタッチアウトと、同点に追いつくことはできませんでした。まあこれはね、ライトからの好返球もあったし、というとこかな。そしてなんやかんやで4回に筒香がガツンと、追加点取ったのホームランを打ち、すごいね、あの、なんか、もともとそんなバッターやと思うんやけど、本当に大振りしない。大振りをしないんで、ミートヒッターに見えるんだけども、打球が遠くへ飛ぶという、独特なスラッガーなんですよ。でも、調子がね、なかなか、さあ、これから上がるのかどうかというところで、このホームランで、ファイターズは筒香をずっと警戒しなきゃいけない、このカードね。で、2対0となった4回の裏、郡司。完璧やったね。1打席目にインサイドにクロスボール、ほんでスライダーと、投げ込まれてたんだけども、それを狙ってたもん。うん、今年の郡司は完投がまだまだ若い時にはレフト方向に目いっぱい引っ張る。追い込まれた後には右方向にしっかり追っつけられるなど、一層の技術力が増している。でもこれはもう完全にその入ってくるボールを狙って、狙い撃ちのホームランやったもんね。続いての5回の裏。あのね、今日僕ね、ラジオで解説してて、まず2アウトランナーなしから得点したのもそう。今年のファイターズの特徴。水野の長打でどれだけファイターズが開幕ダッシュを成功と言わせてるのかっていうこと。これホームランじゃなくてタイムリーヒットもそう。結構ランナー抱えた時にガーンと長打で複数のランナー返したりとか、それで試合をもぎ取って終盤の下位打線の強さでとてもとても芳しい結果を出してるっていうのがあったのよ。まあそういった意味では水野のホームラン、ああここでも一発出たかっていうとこやったかね。でそうやって2対2試合は進みます。金村翔馬がね、ランナー抱えながらでも本当踏ん張ってた。先発ピッチャーらしい投球ができてた。で結果今日8回投げて2失点、勝ち星の権利まで取れると、というぐらい、しっかりとした働きを見せてくれた金村翔馬。ここでぐっと辛抱して、次の登板でも、らしい投球してほしいね。いつか気がついたら、打線に助けられて勝ち星がついたっていう時もやってくるので、まあ、ないと思うけども、卑屈にならないようにしてくださいよ。で、こっからいろんなドラマが起きるんですよ。なかなか得点が入らなかったファイターズ。7回の裏に、2アウトランナーなしから、マンチューがレフトに2ベース。で、水谷が、ファーストへバッと折れたんだけども、内野安打で出塁。この時にね、僕ね、まあ僕はね、
磯畑出てきて一塁三塁からツーアウトでも一塁三塁からプレッシャーかけるかなと思った。でも違ったね。まあ僕が放送席で勝負を急いだだけ。笑っちゃうわ。8回に2対2から山崎康明がマウンドに上がり、マルチネスがヒット。ここで磯畑投入やん。一気にベイスターズベンチとバッテリーがギョッとプレッシャーを感じるとこやった。それなのか、まさかの山崎康明のボーク。放送席でもいろいろスロー VTR 見たんだけど、ピッチャーの主張としては、あと三浦監督の主張としては、プレートを外してファーストに偽投牽制をしたと。これが2球ぐらいあったのかな。で、その2球目にボークを取られて、アンパイアはプレートを外していない。なので偽投は認められませんと。一連の動作で牽制球しなきゃいけない。でもスローで見た、僕が見た限りでは、外れてるようにも見えた。ちゃんとパッとプレートの後ろに足を置いてるように見えた。でも、アンパイアの角度によっては、オンザプレートにも見える。もしくはプレートの横に外してるようにも見える。でもアンパイアから見た角度で、それはプレートを外したことになっていないと。ピッチャープレートの線上に軸足が残ってますよっていう判断やったよね。これはスローで見たカメラの角度も微妙だった。でも三浦監督もマウンド上のピッチャー安明も、いや外してるっていうのは主張だったけど、もうこれは覆らない。なぜならアンパイアの裁量であるジャッジだから。リクエストも多分通らないところなんでしょうね。まあいろんな人がいろんな角度で見ていろんな意見があると思う。でもそこから松郷がバンとピッチャーね、好フィールディングを持っているその山崎康明がファーストに悪送球やもんね。でそれがもうなんていうの、逆転の得点となったファイターズが。これファイターズ、これごっちゃんですのありがたい一点なんで、めちゃくちゃ盛り上がるのよ。でもうこれはね、もう試合展開の中でほころびが出たチーム、ロースコアでタイゲームで来たこの8回9回でほころびが出たチームがやっぱりものにできないんだという流れですよ。でも9回の表、ピッチャーこっから、田中正義やったね、売り出し中の森を空振り三振で、オースティンちょっと甘く入ったストレート、それオースティンもね大振りしないんだわ。パンチヒッティングのようにカチーンと、センターから右方向に狙いすました勝ち、同点ホームランやったね、狙いすました同点ホームラン、これ痛かった。で筒香もめちゃくちゃ雰囲気あった。なので結局フォアボール。その後田中正義、宮崎を三振で佐野ショートゴロと抑えて同点で10回に突入。延長戦ファイターズ延長戦ね結構部がいいんですよ、その中で川野がマウンドに上がり、先頭、バッターをレフトフライトで、梶原ライト前とで、ワンアウトからでもバッター柴田が送りバウンド、難しい球っていうか、もう逃げるかやるかしかなかったんやろね。でそこで海老名にデッドボール。ここで面白かった。面白いっちゃうかね、エビナのデッドボール痛いよ。どっちも痛い。でも、治療のためダグアウトに下がり、嫌な空気の嫌な間がそこに5分間ぐらいあったのよ。そう、どうするのかと。ピッチャーモチベーションそこで保つの難しい。で、ランナーは、よーし、痛みが癒えたということで出てきました。で、ベイスターズの今日の応援の凄さ。まず、エビナが出てきた時に大きな拍手。んで、森がバッターボックス入る時にもう人気者やから、うわー、盛り立てると。ここで僕ね、放送席でね、もう初球は分かってでもストライクからボールになるウィニングショットのような強い球で、バットが届かないようなボールを選択するべきだって言ったぐらい雰囲気が、ベイスターズにちょっとあったわけよ。で初めそこから入った。でもほんの俺1個にか甘く入ったの、これはね森がうまく打ったね、センター前に。松子 もしんどい体勢からホームに送球したけども、それがタッチの差で届かず、決勝点となり、最後ウィックすんごいカットボーラーが出てきたね、そこで抑えられての4対3の敗戦と、4対3ベイスターズの勝利、ファイターズの敗戦となったわけ。ベイスターズも今セントラルリーグで勢いのあるチームで、牧秀悟も昇格してきて体調も良くなって上がってきて、なんかメンバーが揃っているベイスターズが今日すごく強く感じました。ファイターズもその強いチームに対してワンプレーで結果がどうなってたかわからないぐらいのそういう内容だった。なので今までね、リリーフ陣でどれだけ勝ち上がってきましたかっていうこと。今日、田中正義ホームラン打たれたよ。ほんで川野が勝ち越しタイムリー食らいましたけども、どれだけ彼らの成果で結果でファイターズの勝利を作り上げ、開幕ダッシュ成功というコメントを私たちに出させてるのかということ。なのでこういうこともあります。でも明日もまたまたマウンドあると思いますよ。その時にはやっぱり強いリリーフ陣っていうのを見たいね。あんまりコメント避けてたんだけども、1回目の疲れがやってくることだと思う。やってくる頃に交流戦で、セントラルリーグの球場にいったら余計登板も肩となってくる可能性がある。一番乗り越えなければいけない時がやってきた。リリーフ陣頑張ってくださいよ。ファイターズ本当にこの交流戦をものにしてね、交流
戦開けた時には、おい、順位どないなっとるんだというような、試合展開をお願いします。あ、ほんでね、告知があります。ファイターズからですよ。もう私も OB としてね、まあ、こういうね、なんていうの、イベント系は皆さんにお伝えしたいね。エスコンで明日から始まるキャンペーンについてです。紹介ですよ。6月21日金曜日から、ファイターズ可愛いシリーズ、もう皆さんご存知の方もいると思います。が始まります。可愛いシリーズがね。それに際して、6月1日の土曜日より、ファイターズとハローキティがコラボした大型パネルがエスコンフィールドの1階に1ヶ月間登場します。あー、とうとうハローキティとコラボすんの？ファイターズ。可愛いシリーズやって。また、F ビレッジエスコンフィールド内をスタンプラリーをしてスタンプを集めるとステッカーがもらえるというイベントも、ハローキティとのコラボグルメなんかも実施されるなどなど、これね、この動画の概要欄にしっかりとリンクを貼り付けておきますのでチェックしてみてください。ハローキティとコラボで、またファイターズの選手たちがさ、ちらっと俺概要見たけども、普段はフィールドで勇ましい姿で戦ってますよ。でもどこかで巣に戻った時に可愛いという仕草もありますよ。それをハローキティとコラボしながら可愛いシリーズと歌って、多面性というか意外性、オフショットなんかも皆さんに楽しんでほしいという今時の試みやんか。俺ハローキティとコラボ、イメージできへんわ、すいません。選手たちがそうやって新しい試みでね、うん、なんか老若男女全ての人に注目してもらえるという、これはフロントの方々のアイデアだと思うけど、選手たちも変わったこういう試み大好きですから、球場内で話題として盛り上がってもらい、6月21日からのファイターズ可愛いシリーズを盛り上げていただきたいと思いますよ。うん、可愛い表情ってどんな表情なんでしょうか。毎度お気に入り。